ウィジャボードは、高齢術もしくは心霊術を崩した娯楽のために、用いる、文字版。1892年にパーカーブラザーズ社が、占い用ゲーム用品として発売した商品で、ウィジャとは、フランス語で、ハイを意味するイと、ドイツ語で、ハイを意味するジャから作られた造語である。19世紀中盤に始まる、心霊主義に起源を持つ。当時は、 人の死後の霊魂と会話するために、振り子や自動筆記などの技術を用いていた。ビジャーボードは、アルファベットや数字などの文字が書かれたボードが1枚と、文字を指し示すためのプランシェットという器具1個からなる。遊び方は、日本のコックリさんと似ている。複数人で、文字盤を囲み、参加者全員が、文字盤の上に置かれたプランシェットに手や指を添える。誰かが質問をすると、 プランシェットが動き出し、回答を文字で指し示す。プランシェットが動く理由は、人間の無意識な動きによるオートマティスムである。ある実験では、腕の筋肉電位と同時にプランシェットの動きを測定すると、プランシェットが動き始める前に筋肉が収縮していた。アメリカ海軍では、航空母艦等で艦載機等の中期、格納、発着艦計画を検討するための機上演習版を、 これになぞらえて、ウィジャボードと呼ぶことがある。思い出のブックカフェ、辰巳ミタ書評修正、辰巳ミタ研究者2009。ありがとうございます。